投票人気投票人気投票。はい、どうも、くらです。ということで、今回、2020年6月14日、日曜日、第16回東方プロジェクト人気投票結果発表。そうです。本日は、人気投票の結果発表ということで、ついさっき、人気投票のサイトに行ってみたら、なんとね、速報も出てるなんと出ちゃったんよね。もう、急に。もう、6月14日発表ってのは分かってたけど、もうみたいな。ただいまの時刻。0時34分。あ、もう出ちゃうみたいな。早くね。てっきり俺もう昼の12時ぐらいかなと思ったんだけど、まさかのもう結構早く来たねって感じなんですけど。ということでね、緊急で今撮ってます。前回の人気投票の動画と同じくね、もう深夜に撮っちゃうっていうね、もう0時。みんな寝てる中で俺一人で動画撮ってるっていうね、もうよくわからん状況なんですけども、早速ね、今回、見ていきましょう。もう見るしかないでしょ。ということで、早速、結果発表、見ていきましょう。はい、まずは陣容部門からね、見ていきましょう。陣容部門は 34,573 票集まったらしいです。はい、ちなみにね、俺が投票したキャラはこちらでございます。まあ、こちらの7キャラですね。で、1人変わってるとこがあるんですけどね、あたら大きなの多分入れました。まあ、ここはね、以前、もみじだったんですけども、アリスの不思議のダンジョンのサムネ作るときに、沖縄様のね、画像を使ったわけなんですけども、その立ち絵見てね、ちょっとこれ入れてみてえなって思いまして、しかも、ゆかり様のご友人ってことで、これ入れるしかねえな、ということで、入れちゃいました。もみじ、ごめん。まあ、もみじにはちょっと悪いんですけど、今回外させていただきました。ということでね、早速ね、見ていきましょう。もうね、俺の願いとしては、今年こそ、西行十五様、10位以内、入るという。もうこれ、これが全て。もう1位とかもうそんなんじゃない。トップ10も。トップ10に入れたらいい。まあ、1位は、1位だったら1位でも、それは超嬉しいけどね。やっぱ目標としては、10位以内。もう絶対入ってほしい。もう今年こそは入ってほしい。キャノンボール、ロストワードに実装されてとても強い。入るしかねえだろ、こんなもん。ということで早速、見ていきましょう。いきます。3、2、1、ファイヤー。はい、見ていきましょう、見ていきましょう。1位、コンパク4、よだれ出た。マジで嘘だろ。4、1位じゃん。嘘だ。ポイント9841、一押し2290、コメント1365。もうこれ絶対絶対ロストワード効果じゃん。こんなロストワードの現時点最強ですからね。4、絶対それじゃん。前回3位、前々回4位、そして白霊レム2位。もう恋しぶりじゃね。もう何年ぶり、もう5年ぶりとかじゃん。レムが1位から落ちたの。もう絶対王者陥落みたいな。嘘でしょ。1位ヨウム、2位レーム、3位小石、4位マリさん、5位フラン、6位レミリア、7位サクヤさん、8位サトリン、9位モコ、10位、うわー、喋まないイメージ。ゆうこさんは入ってない。今年こそは入ると思ってたぞ。俺もう1週間頑張ったじゃん。ありえないって。いやさあ、さあちょっとなんで10位にさ、ちょっとシャメー丸あやかこの野郎てめえ。ま、前回9位か。いや、このモコあやあたりは抜かしてほしかった。ここはマジでなんで、もういや、これで入れなかったらもうあんのか。ロストワードで強いじゃん、だって。すんごい強いじゃん。それなのに入れねえってもう、どうすんだ？ヨウムはだってこれもう、ロストワードでしょ、どう見てもこれ。俺それ以外ありえないんだけど。磁気化したっけ？非形銃でしたか？まあ、したっけ？やってないから、持ってるけどやってないからわかんないんだけど、多分してると思うよ。でもじゃねえ。でもそれだったらレイム入るわけじゃん。なぜ？入らねえのかよ。マジか。でも続き見てみましょう。ユウコ様。もう、ランキングちょっと見ていこう、どんどん。11位、アリスマンガドロイド。12位、コチアサナイさん。13位、西行寺ゆうこ様、ここで入ってきた。13か。5551票でいいよな。ポイントが。で、689の一押しと、598のコメント。まあ、前回とかよりかは上がってんのか。前回15位、前々回18位。上がってんけどな。入れねえのか？これでも、マジで？
マジか。その下行こうか。はい、14位うどんげ、15位ゆかり様。なるほど、あ、前回より下がってるんだ。で、16位天使、17位心。もう3年連続17位なんだけど、心。はい、18位パチェ、19位エイキ様、20位小笠、21位ソワコ様、22位モミジ、モミジここで入ってるんだ。23位ルーミア、24位チルノ、25位メイリン、26位ジュンコ、ジュンコこれ入ってくるんだ。27位ウサミレンコかな。28位ユーカ、29位ミコ、ミコここで入ってくる。で、30位シオン、シオンなんか前回前々回よりも格段に落としてるぜ。前回18位、前々回15位なのに今回30位だからね。新しいキャラは一瞬バッて上がるかもしんないけど、その後ちょっと冷え切って下がっちゃうって感じなのかな多分。で、31位スイカ、32位セイジャ、33位ニトリ、34位パルスイ、35位カセン、36位ハニヤス通信ケーキ、今回初参戦だね。37位ランシャマ、38位オク、39位フトちゃん、40位サグメ、10位落としてるんだ、サグメ。41位カグヤ、42位ヘカーティアラピスラズイ、43位マタラオキナ様。おぉ、2人めっちゃ強いのがこういう2人並んじゃって。44位ヒジリ百円、45位宝珠ヌエ、46位吉兆八重、47位火炎病輪、48位クラウンピース、ここで入ってくる。49位マエリベリーハーン、50位カキヤマヒナ。もうね、こっから下はもう自分で見てください。もう全部発表してらんないから、これ何人いるんだ、これ198人いる。一番下のやつわかんねえ、誰だこれ。いやマジか、これは今回入ってほしかったな、これマジでか。俺これすっごい悔しいんだけど、これマジか。いや俺今回絶対入る自信があったのにな。今回こそはね、入ってほしかったね、ゆうこ様も。ちょい、やっぱ壁は分厚いわ。10位以内ってほんと分厚い壁だと思う、これはもう。ついね。はい、ということで、次行きましょう。次は音楽部門ですね。25,919 票あったらしいです。ちなみに、俺が投票したのはこちら。だいぶ変わってますね。まずもう、ピュアヒューリーズ、ハルトマン、セプテッド、応援を外しました。まあ理由は、墨染めの桜を1位にするためにですよ。前回の投票で、墨染めの桜5位だったんですけども、それより上のね、4曲。この4曲を外しました、今回。当然今回はね、1位にするためにね、まあキャラではね、10位以内入れませんでしたけど、でも BGM ではね、もう東方屈指の BGM だと思うんで、もう、ここは1位取ってもらおう。頑張りましょう。ゆうこ様。今度こそ。次は大丈夫。音楽部門1位、住み止めの桜、見ていきましょう。いきます。3、2、1、ファイヤー！いい式だね、スリーズオンファイヤー。1位、UNO 名は彼女なのかい。応援強すぎだろうよ。8568ポイント、1771押し。マジで？前回2位、前々回1位。で、2位が亡き王女のためのセプテッド。やっぱこれだよね。もう1位、2位ずっと、絶対もう、ずっとここの2人争ってっから、もうほんとよ。今回は2位、前回は1位、前々回2位。あー、もうやっぱ強えわ、ここは。ここは強え。3位、ハルトマンの妖怪少女。4位、偶像に世界を委ねって、何これ。これ何これ、奇形獣だな、多分これ。奇形獣俺持ってっけど、やったことねー。しかも俺プレイ動画も見てねえからさ、俺全然奇形獣に至っては全くもって、俺もうね、敵が何してくるかも BGM も何一つ全くもってわからない。多分いい曲なんでしょう。誰の曲なのかもわからない。ケーキかな、ケーキか、多分マユミのどっちかでしょ。多分ケーキだな。基本ラスボスが順位入るでしょ。今回初参戦なのに、もうなんかすごいすごいな、こいついきなり4位入んの、これ。前々回前回参戦してないからね。もうとんでもねえスーパールーキー現れたぞ、これ。もうさ、もうどんどん墨染めの桜の順位が落ちるよ、本当に。もうよー、とんでもねえの現れたな。で、5位、ピュアヒューリーズ。順位5位。前回3位、前々回3位。もうさ、もうちょっと前回より下なんだけど、じゃあ、6位5位、6位に墨染めの桜が来ました。前回5位、前々回6位。うわー、ポイント3500ぐらい差ついてるよ、これ。
UNO 円が8568、住友の桜5051。でかくね、そんな差開くの。えありえねえ。で7位が月まで届け不死の煙、8位が上海紅茶館チャイニーズティー、9位神々が恋した幻想郷、これ入れたね。これ10位ネクロファンタジア、ゆかり様やっぱ大人気だね。11位小入りのマスタースパーク、12位歳月、歳月俺めっちゃくちゃ好き。13位輝く針の小人族リトルプリンセス、14位幽霊楽団ファントムエンス、あアンサンブルかなこれ、15位ネイティブフェイス、16位月時計ルナダイヤル、17位少女悟りサードワイ、18位感情の摩天楼コズミックマインド、19位竹取師匠ルナティックプリンセス、20位今宵はスカイツリーツリーダイゴイスト、これあれか、よりがみ姉妹のやつだね。21位ラストリモート、22位少女奇想曲、いいのかな、夢が自分が立ってるのかな。23位信仰は儚き人間のために、24位おてんば恋娘、25位千年幻想郷ヒストリーオブザムーン、26位デザイアドライブ、27位クワラリリンダイナイト、28位魔法少女たちの100年祭、29位狂気の瞳インシングルフルムーン、30位風鈴少女、もう言ってらんねえこれ以上。50位まで行ってやろうかと思ったけど、むちゃくちゃ長い。キャラ名と違ってめちゃめちゃ長いから、もうこれ以上行ってらんねえ。自分で見てください。いやー、今年も入れねえのか。いや、俺入れると思ったんだけどな、これ。にしても何この4位のこいつ、奇形獣から新しく出てきたこいつ何？もうとんでもねえスーパールーキー出てきたじゃん、もう。もうなんかどんどん上に入ってくんのやめて。もうよくて住友の桜の1個下に来い。抜かすな。はい、そんな感じでございました。はい、次ね、作品部門行きましょう。作品部門は 19,274 票あります。はい、作品部門は俺はこちらにいました。まあ、アクションばっかり。アクションしかクリアしたことねえし。まあでも漢字伝はクソ難しいし、から好き。まああとは最初に買ったシューティングだからね。もうわけわからんよ。最初に買ったシューティングが一番難易度が高いとされている漢字伝というね、バカなのか見ていきましょう。はい、1位東方高魔教、まあでしょうね、3年連続1位、2位東方エイヤ賞、3年連続2位、3位東方ヨーヨーム連続、もうずっとだな、すごいなこれ。3位東方ヨーヨーム、4位東方風神録、5位東方地霊伝、6位東方漢字伝、前回と全く、前回前々回とずっとこのここら辺順位一緒だからね、不動かよ。で7位が東方奇形獣、ここで新しく入ってきた。8位東方奇心城、9位東方精錬戦、10位東方鈴縄、11位茨城戦、12位心霊病、13位飛想天足、14位天空章、15位醤油花、ここで入ってきましたが、16位かえ塚、17位飛想天、18位対空魔術、19位蓬莱人形、20位東方三月星、21位東方ボバ月章、22位東方神秘録、23位東方幻想郷、24位ドゥダーマクアマジャク、25位トンドリトン、26位ハイドイドイドハイドイドイドナイドシンクナイテンスト、31位スイム録、32位スイムソーサイネッジクザバー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 。はい、ということで今回は以上になります。いやー、どっちとも言うことも入れなかったのがすんごい俺悔しいわ。もう今日寝れねえや。今日は夏の月を見て日を迎えるかもしれない。はい、ということで今回は以上になります。いやーにしてもまさかの陣容部門でね、陽部1位というね、もう長らく霊夢が1位を自主してたのに、今回てか陽部初めてじゃね1位なの、知らんけど前々からかなりトップにはいたけど、いやこれ絶対これロストワード効果だって。これ今年はもう大波乱だね。キャノンボールロストワードとかね実装されて、まあいろいろ順位もやっぱ変わるもんかな。やっぱこれ毎回思うんだけどさ、これ人気投票あるあるだと思うんだけど、やっぱりさ人気投票上位に入ってくるのってやっぱりもう古参キャラたちなんよね。もうなかなか新規キャラっていうのはね上位に食い込みづらいよね。もう今回だってまさにそうじゃん。上位入ってきてんのもう主人公とか高魔教とかヨーヨームとかばっかなんだよね。だからもう新規キャラはなかなか上位食い込めないなっていう、まあこれもまあ運命なのかな。もう前から投稿してる人からしたら多分もう一押しは多分変わんないと思うから、まあやっぱこんな結果になっちゃうのはまあしょうがないのかな。まあ BGM とかだったら結構上に入ってくることはあるけど、やっぱキャラだとねなかなかね上位入ってくるのは厳しいなって俺毎回思ってます。まあこれが人気投票、まああるあるだと思うけど、まあ俺はそう思うわ。はい、ということでね、まあ今回はまあこんな感じでございます。まあ速報っていう感じなんでね、結構早い速報出たのが結構びっくりでしたけども、
はい、ということで今回は以上になります。皆さんが投票したキャラ何位だったでしょうか。ぜひねコメント欄に書いてってください。はい、ということでね今回は以上になります。この動画が面白ければぜひチャンネル登録、高評価、コメント、通知ボタンお願いします。ということでね今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。じゃあ来年こそはゆうこ様が10位。